東橋から見た豊平川、上流東橋は札幌市の豊平川に架かる橋。人が通れる橋としては、豊平川で2番目に架けられた橋になる。札幌市の主要幹線道路である国道12号の橋であり、中央区側の交差点は国道275号の起点となっている。1890年に江別通りが開通し、 豊平川に40メートルの吊り橋と78メートルの連続した板橋が架けられた。橋の名前は札幌の東にあること、皇室天範の制定により後の大正天皇が東宮となられたことから、東橋と名付けた。橋の開通後は札幌市街との交流が盛んになり、白石村、上白石村の個数が増加した。ところが、 1898年の水害で橋が壊れしまい、洪水による大きな被害で個数が激減した。その後も何度も破損と流出を繰り返しており、1929年春の水害でも流出した。1930年には豊平橋に次ぐ県道構造の橋を仮設する前提で、現在の位置よりも上流約150メートルの地点に仮橋を架けた。 この仮橋は1942年と1948年の洪水で破損し回収したが、1949年の洪水では橋脚が沈下してしまい、橋桁の一部が流出してしまった。1951年、現在の位置に橋脚5機のゲルバー橋を架橋した。当時は片側1車線であったが、交通量の増加に伴い1969年に、 下流橋を仮設して4車線にした。2001年度から周辺の混雑解消と沿道環境の改善を図るため、国道275号の4車線拡幅、上流橋掛け替えと拡幅を行う苗木交差点事業が開始された。2003年度に国道275号の拡幅が部分強用し、2013年度に上流橋の掛け替え工事が完了した。 苗駅周辺では再開発事業が進行中である。ありがとうございます。